なんだ、なんだ、見て、色が変わってる。お、かわいい。放課後リズスタで。放課後リズスタで。イエーイ。みえです。りおんです。翔太です。今回の活動はこれさえあればもっともっとリズスタの世界を楽しめる3つのリズスタのアイテムを大開封。イエーイ。放課後リズスタで。それでは最初は私が紹介します。じゃーん。リズスタアイテムその1、ネオンネイルメーカーで、見てこれ、ニューとリオンのやつがあって、しかもチップがいろんな色あるからめちゃくちゃ楽しめそうだね。確かに。あとファッションエンブレムもついてるよ。へえー、すごい。あと見て、暗いところで光るって書いてる。え、光るのこれ。デザインが100種類以上って書いてある。え、すごくない。それでは開けていきます。よっ。おお、見て、すごい。じゃじゃーん。これはネイルデザインがいっぱいあります。なにこれ、宝箱みたい。じゃじゃーん。これはネイルとエンブレムが収納できるボックスです。すごい、すごいね。ここに入れられるんだね。中に入ってます。なんかキラキラなものが。ね、すごい。出てきた。かわいい。あとはファッションエンブレムですね。ネイルチップ。そう、ネイルチップとなんかスポンジみたいなのが入ってますね。作業マットですね。ああ、そういうことか。いろんな色がございます。じゃん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 。おお、すごい、すごい。見てください。さあ、ネイルデザインシールですね。はい、じゃん。これはネイルチップを貼るシールです。サイズがいろいろあるのでいいですね。じゃじゃん。こんな感じで出来上がります。可愛くないですか。放課後リズスタで。じゃあ実際にみんなでネイルに挑戦してみようか。うわー、めっちゃ楽しみ。早速やろう。翔太、すごいやる気だね。こういうのめっちゃ得意なんだよ。俺の器用さすでに一番でナンバーワンさ。さあ、みゆ、やりましょう。うん、やるやろ。待って待って、俺にもやらせてよ。まずは道具の準備。このネイルメーカーの他にお水、ハサミ、爪切り、ティッシュを用意してください。次に好きな色のネイルチップを選びます。みんなどの色にする。どれにしようかな。じゃあ俺はこれ、白色のネイルチップです。じゃあ私はこの青色のネイルチップにします。私はこのピンク色のネイルチップにします。ネイルチップを選んだらこのネイルデザインシールをカットします。こう後ろ側に枠があるのでそれに沿って切っていきます。めっちゃ神経使う。完成が楽しみだ。じゃじゃーん、カットできました。よし、こんな感じで切れました。そしたらここに透明のフィルムが貼ってあるのでそれを剥がします。剥がしたらネイルチップに貼っていきます。うまく貼れるかな。そしたらこの上からお水を塗っていきます。まんべんなく塗るのがポイントです。そしたらギュッとこの上から押さえていきます。キュー。みんなできたか。あともうちょっとだよ。はい、そしたら剥がしていきます。すごくないですか。10秒ほどグッと押さえます。そんなに
そんなに強くするの？え、ちょっとダメかな。難しい。でも切るのが楽しい、めっちゃ。ね、どうですか？行きました。翔太とミユです。楽しいね、これ。めっちゃ楽しい、夢中になれる。うん、じゃん、かわいいですね。次はこのラインストーンシールを使ってデコっていきたいと思います。おお、頑張って。器用だからできるよ、翔太は。すごいデコレーションの仕方しちゃった。いいんじゃないの。こんな感じで、おお、ラインストーンシールでいいですね。デコレーションができました。イエーイ。いい感じだと思います。見てないでしょ。放課後リズスタで。じゃあそれぞれのネイルを発表していくよ。私のはこんな感じ。キラーン。おお、すごい。うまく貼ることができました。イエーイ。楽しかったです。私はこうなりました。じゃじゃーん。すごい。すごく簡単にできるので楽しかったです。イエーイ。俺はこんな感じだったらーん。いいね。やっぱ俺の器用さは一番でナンバーワンなんで簡単でした。すごい。イエーイ。作ったネイルやエンブレムはこの付属の収納ボックスに飾れるよ。じゃーん。じゃあ部屋を暗くしてみるよ。おお、光った。光ってる。すごい。すごネオンネイルメーカーでおしゃれを楽しんでね。放課後リズスタで。リズスタなりきりアイテムその2。たったたーん。レッスンパートナー、はい、リズル。リズスタのレッスンパートナー、コミュニケーションロボット、リズル。全長 10.5cm の手のひらサイズ。超かわいいよな。じゃあ早速開けてみます。おー、かわいい。かわいいです。リズルはおしゃべりを楽しむコミュニケーションモードと、レッスンを楽しめるレッスンモードがあります。最初はコミュニケーションモードで遊んでみよう。コミュニケーションモードではリズルンがいろいろ話してくれるよ。表情や目の色を変えたり、ヘッドホンはカタカタ動かして感情表現をするんだよ。じゃあ早速リズルンで遊んでみましょう。コミュニケーションしよう。はい、リズルン。占いまたは進んだ電話モードと話しかけてね。占い。声で占いモード。今日の運勢を声で占うよ。え、どういうこと？リズルン。お、なんだ、なんだ。今日は絶好調。おお、絶好調。おお、すごい。今日も一緒に練習頑張ろう。すごい、絶好調。じゃあやってもいいですか？次。はい、どうぞ。どうぞ。リズスタ電話モード。お、誰が出るかな。誰だ。もしもし。お、俺、翔太。俺だ。翔太。ありがとう。これからも激アツボルテージ生み出していくぜ。おお。おお、すごい、ね、すごい。翔太とお話できるんだね。いいね。次はレッスンモードにチャレンジ。レッスンモードではいろいろなリズスタの曲でとことんダンスレッスンができるの。めっちゃ笑ってる。かわいい。いい感じ。毎日の練習が大事だよ。リピートレッスンモード。リピートレッスンモード、なんだろう。ドレミでレッスン。おお、ドレミ。合図したら真似して歌ってね。はい、はい。
ラーラーファーじゃない。リピートレッスンモード。リピートレッスンモード。今日はリズムでレッスン。レッスンの合図したらリズムの音を真似して手を叩いてね。パンもいいよ。始めるよ。その3、ダン！リズスターリング！イエーイ！俺たち3人が身につけてるリングアイテム。じゃあ早速開けてみましょう。はい。じゃじゃん。かわいい。見て見て。中に入ってるホロシートがキラキラ光って見えるよ。おー、ほんとだ。かわいい。みんなもつけてね。放課後リズスタブ！この3つのアイテムで君もリズスタになりきってくれ。詳しい情報は概要欄を見てね。せーの、バイバーイ。リズスタお知らせコーナー、イエーイ。現在リズスタウィニングダンスチャレンジが開催中。スマホで撮ったリズスタウィニングダンスをテレビ東京公式アニテレの番組ホームページで募集中。みんなのダンス投稿待ってるよ。詳しくはアニテレリズスタで検索。さらにリズスタ公式 TikTok ではリズスタウィニングダンスをはじめ楽しい動画をたくさん投稿しているので、そちらもぜひチェックしてみてね。みんなのいいねやコメント待ってます。それではバイバーイ。宝トミー。